妖精駅探訪石手川公園駅の紹介をしていきます。伊予鉄道横川線にある駅で珍しく橋梁上にある駅となります。ホームは橋梁の上にもあります。鉄道の橋と人が渡る橋が並んであります。近くには石手川公園緑地帯が整備されており公園があります。駅舎は南側の方から入っていくようになります。券売機と椅子があり列車は上下ともに15分に1本走ってきます。石手川の上にある駅で川幅もそこまで広くはありません。自動販売機もあり無人駅ではあります。そして単線駅です。市民の利用する足の駅として利用されています。